テレ東。東京江東区で新たに第三管区海上保安本部に配備される巡視船三日月の引き渡し式が開かれました。三日月はおよそ43メートル200トン。3月下旬に小笠原海上保安署に配備される予定です。走ろう！中！我が国周辺海域をめぐる情勢が依然として厳しい今日において、我々に課せられた任務の重要性を改めて認識するとともに、海上保安庁の要として業務に邁進していただきたいと思います。小笠原諸島周辺では、近年中国漁船などによる赤サンゴの密漁などが増えていて、取り締まり強化にあたります。